はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。吉田成政ですけれども、はい、今日ご紹介するのはですね、暑い夏を乗り切りましょう。こちら、朝日富士山のバナジウム天然水530ミリ、500ミリプラス30ミリって書いてありますね。はい、あ、ここになんかイラストがありますね。今気づきました。はい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 、富士山のバナジウム天然水、富士山の恵み、健康水、天然ミネラルバナジウムとはと書いてありますね。地中や海中に含まれているミネラル成分のことです。富士山の岩石はバナジウムが豊富に含まれた、岩がですね、主体となっており、富士山に降った雨や雪がですね、その岩に浸透していく過程でバナジウムを溶かし込んでいると考えられます。と、世界各国の研究者たちがバナジウムについてさまざまな研究を続けておりますということで、これではバナジウムがよくわかりませんがね、バナジウム天然水ですね。はい、とりあえず、まあ行きましょうね。とりあえずね、これも確かですね、98円かな、88円かな、100円したらなんかそのぐらいですね。はい、いただきます。あ、なんかしっかりした感じがするな、味が。高度29、軟水、南アルプスの天然水とほぼ一緒。あれは30でしたからね、29ほぼ一緒ですね。ナチュラルミネラルウォーターって書いてありますね。だから赤ちゃんがいる人はですね、こういったミネラルウォーターでですね、母乳を作って、あげるといいのかなと思いますし、お薬飲む方もね、普通の水道水よりはね、ひょっとしたらいいのかもわからないですね。こういったミネラルウォーターで飲む方がね、薬を、はい、バナジウムとはですね、ミネラルの一種、先ほども書いてありましたね。ミネラルって、カルシウムとかですね、マグネシウム、カリウムなどと一緒の同じ、ミネラルなわけですけども、自分の体ではね、合成できないものですね。ビタミンやなんかと一緒ですね。まあ、ビタミンに関してはですね、動物のマウスとかですね、ビタミン C を体の中で合成できるっていうね、事例もありますけど、マウスにですね、ストレスを与えるとビタミン C をね、体の中でね、合成したりするそうです。人間もかつてはですね、大昔は、体の中で合成されたそうなんですが、柑橘系のものを取ったりする中でですね、外から取れるということで、だんだんその機能がですね、退化してきて、今ではですね、体の中で合成はできないというふうにね、考えられております。ミネラルもそうですね、カルシウムを体で作るとか、そういうことはちょっとね、難しいとか無理というふうにね、考えられておりますけれども、1830年ですね、スウェーデンのですね、科学者の方がですね、鉱石の中からですね、このバナジウムというのを発見したそうですね。はい、今では乾燥されたですね、昆布とかですね、そういったものの中からもですね、バナジウムが、検出されているということがございます。はい、そしてバナジウム、これ一番重要なんですけども、そもそも、今のですね、不規則な、日本人でね、生活をですね、サポートする、ミネラルというふうに、されています。非常に曖昧な言い方かもわかりませんけれども、一応ですね、食品以外、お薬以外のものがですね、人間の体の病気とかを治すというのは、基本的にはですね、薬事法違反なんで、そういう表現になってしまうとは思うんですけれども、基本的にはですね、不規則な生活をサポートするミネラルということですね。まあ、だから飲んでね、こうしたことはないということですね。はい。カリウム、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム入ってますね。はい。ありがとうございます。ということで、今回ご紹介したのは、朝日富士山のバナジウム天然水でございました。天然ミネラル、ミネラルウォーターですね。